って、まあ、メロディーが。よし、大丈夫。もうちょっと繋がんないかな。スムーズに流れる。あなたは少し。で、この流れがよどまないように。最後で見ると遠くへガタガタンタガタ、それにメロディーが一番最初の音が入ると、レジェロの音、重たいことじゃなくて、もうすぐレジェロで、そして、につながるようにしておいてね。メロディーの音に入って、この音が出て、抜けて、小さくて、それだけじゃなくて、ちゃんとスムーズにつながるようにまずね、しておくこと。はい、じゃあそこからな。そうだから何だか出そうとするとこういうことになっちゃう。
あとは波音の響きの移り変わりを聞いてもらう。左のアルペジオは必ず一番上の音とは白なんかも合わせて、右手少し待ってあげてください。それから全然別のものにつなげないように全然別のものに1小節目、3小節、3小節目の3拍目よく言うはずだから、これでここがあって小説目の支えにさらにいけるかな。これが抜けちゃうと、だんだんに小さくなって、まだ最初はこれ抜けないように、しっかり鳴らしきって、でだんだん小さくなって、そうテンポプリモに向かってもちろんだんだんにだらだんとしてくるんだけれども、テンポプリモより一瞬テンポが緩んでテンポプリモでまた少し戻すぐらいの感じじゃないと。テンポテーマが戻ってきたときに、なんかこう、なんていうのかな、尻もしてたみたいな形になるよ。なんかこのフランス音楽としては、
同調音楽だったらもっともっとっていう形までゆっくりすることあるかもしれないけど、フランス音楽はそれよりはリダルダンドの幅は狭いかもしれないけど、あんまりこっちでガクンと落ちる感じになんないよね。これも8分音符らしいから、ね、次のメロディーの始まりも8分音符だから、どうしても前と同じように滑りやすいから、だからもう全然別のものだと前につながると滑らない。変わっていくハーモニー自体をちゃんと残していってね。やるとペルだけだ。メカのこっち。左手の響きがちゃんと残るように、これだけになっちゃう。ここはもちろんなくていいけれども、この響きが来たら、このハーモニーがある。こういうハーモニーがあるわけじゃなくて、これはこの響き、これはこっちでこの響き、ここまで基礎する。そこからは書かれ方が違うかな。Thank you.
ど、まあまあ、全体でもう少しゆったりと割ってもらう、このカランバ。
少し音が捉えきれてないところ、